今回は懐中電灯シリーズをお送りしますよ。皆さんの家にも懐中電灯の一つや二つはあると思いますが、今回は映画の中でよく使われている懐中電灯をご紹介しましょう。日本国内にはほとんど出回っていない製品の一つですが、アメリカのピークビーム社製のマクサビームという製品の中の一つになります。このサーチライトは直流の 12V で動作するようになっているので、車のバッテリーから専用のニカドバッテリー、ニッケル水素バッテリー、リチウムイオン系のバッテリーがこの会社から出ているので、それを使うことで最長2時間程度の投光が可能な製品です。ライトの反射板は非常に綺麗な楕円ドーム状になっていて、ビームを収光しやすい形状になっていますよ。点灯するとご覧のように一気に最大の明るさになります。これはクセノンショートアークランプの特徴ですね。そしてランプのビーム角も手元で操作が可能になっていますよ。クセノンショートアークランプは太陽の光に一番近い人工光源として、写真用のストロボなどにも使われているので馴染みのあるものなんです。クセノンランプの特性は赤外線もかなりエネルギーがあるために、赤外線フィルターを取り付ければ人に見えない赤外線を照射することも可能になります。消灯するとランプの電極が赤熱していることからも、かなりの発熱があることがわかりますね。